2015年の MLB オールスターゲームは、ナショナルリーグとアメリカンリーグの間で行われた86回目のオールスターゲームである。2015年7月14日にシンシナティレッツの本拠地グレート、アメリカンボールパークで行われた。監督は、ナショナルリーグはサンフランシスコジャイアンツ監督ブルース・ボーチー、アメリカンリーグはカンザスシティロイヤルズ監督ネット・ヨストが務めた。 試合は6対3でアメリカンリーグが勝利し同年のワールドシリーズの第1.26.7戦をアメリカンリーグ優勝球団の本拠地で行うこととなった。MVP には初回戦闘打者本塁打を放ったロサンゼルスエンゼルスオブアナハイムのマイク・トラウトが2年連続で選出された。2013年1月21日に MLB コミッショナーのバドセリグが 2015年度のオールスターゲームのホストチームにシンシナティレッツを選出したことを発表。オハイオ州シンシナティ氏がオールスターゲームの開催地となるのは1988年以来であった。2015年5月12日にトット・フレジャーがオールスターのスポークスマンに就任した。始球式はサンディ・コーファックスが行い、保守はジョニー・ベンチが務めた。 試合直前には、レッツのフランチャイズーに選ばれた4人のセレモニーが行われ、ジョニー・ベンチ、バリー・ラー・キン、ジョー・モーガン、そして野球賭博で1989年に MLB を永久追放処分となったピート・ローズが登場した。2014年7月15日に、コミッショナーのバドセリグは、ローズのセレモニー参加を許可することを発表していた。勝ち、デビット・プライス・杯。 クレイトン・カーショー本類打、エール。マイク・トラウト。ブライアン・ドージャー・エヌ・エルナ氏審判。急審。ティム・ウェルク。累審。ジェリー・ミールズ。ポール・シュリーバー。ロン・カルパ。ソトシン。ジェームズ・ホーイ。アラン・ポーター観客動員数。43,656人。試合時間。3時間2分。地元・シンシナ・ティレッツからは、ファン投票の3類種部門で、トッド・フレイジャーが選出された。 監督推薦、選手間投票では、アロルディス・チャップマンが選ばれた。投票結果は、現地時間同年7月5日に発表された。最多得票は、アメリカンリーグが1409万188票を獲得したジョシュ・ドナルドソンで、2012年に、ジョシュ・ハミルトンが記録した1107万3744票を大きく上回り、 MLB オールスター史上最多得票となった。ナショナルリーグの最多得票は1386万4950票を獲得したブライス・ハーパーでナリーグ史上最多得票を記録した。選出選手の発表後、選出に漏れた選手の中から各リーグ5名が選ばれ、最後の1枠をかけたファン投票が同年7月6日から10日まで行われた。アメリカンリーグの候補に、 ブレッドガードナーが選ばれていたが、ファン投票で選出されたアレックス・ゴードンが故障で、辞退したため、代役として出場が決まり、最終投票の候補から外された。オールスターゲーム前日の7月13日に、第31回ホームランダービーが、同球場で開催された。今年度は各リーグから4名が選出され、トーナメント方式で2名が、決勝ラウンドに進む。 トット・フレイジャーが決勝に進出。決勝ラウンドでは、フレイジャーがピーダーソンを1本上回る15本を放ち優勝した。試合2日前の7月12日には、同球場でマイナーリーグのオールスターゲーム、フューチャーズゲームが開催された。試合は、米国選抜が13安打10得点の猛攻で、世界選抜20対1で勝利した。MVP には回裏に、 勝ち越しの2.3塁打を放ったカイル・シュワーバーが選ばれた。勝ち、アミール・ギャレット・ハイ、ハーリン・ガルシア・ホン・ルイダ、W、エリアス・ディアス・ユーエス・ナシ・審判、急審、ロン・ティーグ、累ン、ダン・マーゼル、JJ ・ジャヌアリー、ジュニー・ウォール・バレンタイン観客動員数、43,661人、試合時間、2時間50分。ありがとうございます。